これより会議を開きます。この際一言ご挨拶を申し上げます。この度文部科学委員長に就任いたしました宮内秀樹でございます。当委員会所管の教育、科学技術、文化芸術、スポーツなどに対する国民の関心は大変高く、その充実を図っていくことは国政上の重要な課題であります。特に新型コロナウイルス感染症によって教育環境にも大きな影響が生じている中、日本の未来を担う若い世代に十分な教育機会を確保していくことは重大な責務であります。このような状況におきまして、当委員会に課せられた使命は誠に重大であり、委員会として活発な議論を積み重ね、国民の期待と信託に応えていかなければならないと考えております。委員長といたしましては、委員各位のご協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。何卒よろしくお願いを申し上げます。理事の辞任の件についてお分かりいたします。理事菊田牧子君及び牧義夫君から理事辞任の申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続き理事補欠選任の件についてお分かりいたします。ただいまの理事辞任及び委員の異動並びに私の委員長就任に伴い、現在理事が6名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。それでは理事に池田義孝君、中村博之君、森山博之君、湯野木道義君、堀場幸子君及び和丹淵陽子君を指名いたします。次に国勢調査承認要求に関する件についてお分かりいたします。文部科学行政の基本施策に関する事項、障害学習に関する事項、学校教育に関する事項、科学技術及び学術の振興に関する事項、科学技術の研究開発に関する事項、文化芸術、スポーツ及び青少年に関する事項、以上の各事項につきまして、本会期中、調査をいたしたいと存じます。つきましては、衆議院規則第94条により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際、